はい、東側向きなんですけど、この天窓が東風が強いんで慌てて来てみたんですけど、特に問題ないですね。これもう転送閉めちゃって、この遮光ネットまとめたいと思います。明日の朝15度ぐらいみたいなんで、転送気持ち開けときます。はい、リスペクト北側はかき新積み枝誘引ビフォーですね。ビフォーです。はい、撮った場所忘れちゃいましたけど、2ベッド目アフターですね。結構釣り上げました。クリップがすぐなくなっちゃいますね。本番も撮りました。吸着器が入るはずだったんですけど入んないんですよね。はい、ビフォーですね。ビフォー、結構葉っぱが黒っぽい葉っぱが多いです。はい、ナフテルです。ナフテル、下の方だいぶスッキリさせましたね。はい、これベトの秒半っぽいですね。はい、5時半 18.5 度ですね。今日はずっとですね、夜中中も15度ぐらいらしいので、転送がですね、あれ10センチぐらい空いてるのかな、両点開けて今日はこのまま帰ります。はい、栗原資材からですね、2枚の長編にわたってですね、請求書が届きました。いくらだと思いますか。はい、こちらです。これいつ払えるんだろうな。こちら最後ですね、一番南側の北側やり終えると6時でしょう。はい、この葉っぱローカバー、我が人生に一片の悔いもなしっていう感じしますよね。はい、こちらのローカバーもそんなオーラ出してますよね。我が人生に一片の、こちらもかなりいいオーラ出てますよね。うわっ、もいいオーラ出してますね。うわっ、はい、北側一通り完了ですね。明日からはこちら側の、はい、北側からやってきます。これの繰り返しですね。だいぶスッキリしましたし、リスペクト君がですね、非常にキュウリの実を鳴らしてくれてますね。実を、はい、葉っぱではなく、はい、明日も結構取れそうですね。はい、下の方にも結局ぶら下がっちゃうんですよね。綺麗にしてるつもりなんですけど、はい、はい、こちら今 AS ですね。早く取りたい気分ですが、2号です。はい、ちょっと転送ですね、もうちょっと気持ち開けました。今18度です。まだ18度ありますね。そして湿度は 85% ですので、結構多湿の状態になってますんで、してしかも雨降ってますね。もう早めに明日の朝まで降るらしいんで、はい、ということで本日もお疲れ様でした。気をつけてください。滑っちゃいますんで、スリップ等気をつけてください。はい、ということです。最初はピヨピヨじゃんけんチョキ、また、はい、もうなんか雨降ってきてからちょっとテンション下がり気味ですね。はい、早めに今日も帰宅したいと思います。また明日から頑張ります。